はいこんばんは。アキラの現場へようこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。えー、昨夜、無事ですね、ゲットすることができました、獅子王司がですね、レベル70までできましたで。潜在覚醒が5段階。で、能力解放は全部終わりました。では、まあ、ここまでですね、使ってみて、育成してみて、いろいろ分かったことありますんで、えー、それを踏まえまして、えー、僕なりのおすすめのスキルセット、育成方針の話を今日していこうと思います。では、参りましょう。このチャンネルは ほぼスマホゲーム特にラストクラウディアの実況を投稿しているチャンネルです。私が中、はい、それはですね今夜のコメ読みもしていこうと思うんですけれども昨日も山ほどコメントもらいましたですね。ありがとうございます。あのであのサブチャンネルの方もですね実はコメント溜まってるんであのあっちでもねまたコメ読みしていきますね。えー、でじゃあ今日どっから読もうかな。え菰、ー、田さんこのタイミングでの師匠つかさ正直きつい。 これガチャならしばらくログイン税になり変わろうかなということなんですがあーどうなったんですかね小物さん結局ログイン税になっちゃったかな、まあ、いずれにしろですねあのー、ねこうつかず離れずの関係でいてくれるとね嬉しいです引き続き動画の方を見てくださいよろしくお願いします龍馬さんあきらさんコメを見ありがとうございましたとりあえずクエストとアークのレベル上げ等で12000まで貯めたので40連回して出なかったら諦めます本当の意味でドクターストーンとコラボの本命はつかさ降臨だったんでしょうねきっと 自分は小悪が無償10連で出たので、本当は先空ピックアップまで待って使い切ろうとして、クリスタル貯めてたんですが、20連だけ回して出なくて、また貯めてたらスカサが出ると情報が出たので、ある意味、アキラさんにはスカサ氷まで貯められるチャンスができたので、感謝してます。ということで、まあ、ありがとうございます。まあ、これね、だからその、本当まあ、言うならば、こう、リーク情報だからね、あの、本筋から行くと良くないことなんかもしんないよ。 けども、あのね、ほんと、でも月曜日に発表になったらね、この石使ってた後にね、来てた人って、まあ、いるかもしれないんで、そういうところでは、まあ、誰かの救いになったのかなとは思うんですけどね。で、結局、どうだたかね、40年回して、つかさってたんかな。また報告待ってます。タコちゃんさん、お疲れ様です。つかさの情報がツイートされてましたね。まあ、予想してましたが、荒れてますね。ただ、僕としては、つかさの追加は正直嬉しいです。情報を出るまでなんだか問題りなかったんですよね。 確実に弾きたかった怖くは弾けましたしイベントもこう言っては悪いんですが虚無周回で楽しさよりも面倒くささが勝ってましたから先句はもちろん欲しいですが適当に弾いて出ればいいかな程度に思ってる自分がいました先句が好きな人ごめんなさいいろいろ重ね僕の中でコラボが終わってたんですよねそこに司さの告知が来たんですから僕のモチベはうなぎ登りですでも今回の告知は褒められたものではないと思いますジャンプ作品とのコラボだから発売と同時に出さないといけないのはあるとは思いますが荒れるのは分かってたはずですからね キャラメを沸かさずとも、せめて第2弾が来るとだけでも最初の方に告知があれば荒れるのは回避できたと思うんですが、これを機に、子さんの方々が愛想を尽かしてやめないことを祈るばかりです。前田のごとく長文失礼しましたということで、まあこういう人もいると思うんですよ。だからね、あの司が来るよってことでねあの、テンション上がる人はやっぱりいると思うんだけどで、ね、この発表のタイミングはね、うん、発表がね、遅くなってもいいんだけど、そのカミングスみたいなね、日本を回すみたいなことが、ね、できたと思うんですよね。それは確かにそうだよ。 ヒロニャンさん、こんばんは。正直、司の追加はまあ仕方ないと思います。そしゃげだし、まあ配布は期間的にもまずないでしょうね。ただ追加があるとか、サプライズがあることは前もって言っておくべきですよね。ということで、なんかね、もう僕の中ではもう、次もしもコラボ来たとして、最初に2台,2台だったら、絶対次、あの、2週間後に3回目来るぞっていうのを覚悟を持ってですね、挑むようになりましたね。まあ多分、まあ、今後はね、ちゃんとスケジュール出すと思いますかね。さすがにこんだけ怒られたらね。 さんコメント失礼します。どうですが、マヒや沈黙の体制にスキルコストを回すなら、研究系に回した方が耐久性も上がるし、いいと思います。ガブログだと沈黙とクライミングさせて結構楽になりますし、防御や HP に回してるスキルコストも攻撃に回すので、やってて楽しくなると思いますが、いかがでしょうか。コウタさんのこのコメントを、そっくりそのまま僕、採用させてもらってね、えー、60回も流れました。ありがとうございました。研究系一人いるだけでご利用していきますよ。アキラさんはスタンダードは嫌いみたいですが、トリシュラを材掘に持たせると、めちゃくちゃ強くなりますよ。 トリッシュだななそそろそろ持とうかなと悩んでます攻撃アップマリオカップ2と極みで20%アップスキルコスト8状態上中の敵に20%アップのテラーメルススキルコスト4みたいにスキルコストの節約にもなります。 あと、マヒか、状態上中に体勢整えて、ブレイクの時は倒しにかからないともっと上いたと苦戦します。ということで,ですね。これ、こうたさんね、あの、塔をね、僕登ってる時にもらったコメントなんですかね。これ、ほんとそのままですよね。僕も,もだ、テラメルサ使わなかったけど、えー、ザイクさんほんと研究系でね、攻めるようにしましたね。えー、いつも、有益なコメント、本当ありがとうございます。キクさん、50回の、めっちゃみんな死んでる死んでますやんが、ぼりました。<laughs> 私は、アヌラ、ライフォーライザー、サボハン、呪い研究、沈黙研究を用いて1パーティーのみで調調しました。シュラドは状態異常無効の敵もいるので、塔でもそのうち状態異常無効の敵が出てくるかな、ということで、そうなんですよね。あのー、正直60回まで状態異上、55回より上は本当状態異上で勝たしせてもらったところあるんで、そのね、61回以降そういうのになってくるだろうなとは僕も思いますね。5月ね、この後、あの追加される言うてますからね、フォロワーがね、まだチャレンジしていきましょう。 ゆうちゃねるさん、今日公式のコメントありますが、期待してお待ちくださいって言われてもな、素直には喜べない自分がいますね。ガチャだろうと少しは回すんだろうな。50回のガブログ強いですね。自分も止まってます。アキラさんの50回挑戦中で、先0空の MP なくなった時に、そそっとこう。のつぶやきがつぼりました。お互い、とう、頑張りましょうね。ではまた。ということで、えー、50回のガブログね、も、まあ、しんどかったけど、なんとか僕は、あの、正直、1 0空と紅悪の2体でね、次はどうだから、それこそから、1 琥つかさの3体でねどこまでいけるかみたいなことやってみようかなうんお互い頑張りましょう栗五郎さん300連して交換した人がかわいそうでならないってことですが今回結局メダルと新は別だったからねだから何とも言えないよねここはね依然としは300連した時点であの辛いとこはありますからねエピクデーさんせっかく1周年迎えられたのに最近流行ってるんですかねこういう炎上案件個人的には新キャラ雇用が気にせず引かなきゃいいだけでしょと自分に言い聞かせてますがあったら欲しくなるのも当然ですよね これれで獅子王とアークがイベント報酬に組み込まれたりするななんてないかなかったっすねそれよりも新規ユーザーが増えたであろうこのタイミングでアリーナの極悪マッチングのしっかりした調整やストーリーの追加度重なる不具合の解消などもっと根幹の部分をしっかりしてほしいと思います。 ということでそうですね。このアリーナのね。マッチングね。あれ何なんですかね？あのな何ぼ選んでもこうなんですか？同じ人しか出てこないことありますからね。まあ、それも調整するって言ってますし、あの僕はさっさすがあのアクトライズをね。あの触ってみたんだけど、あの辺とかも不具合出そうですもんね。その新規ユーザーのためにのね。なんかなることをもっともっとしてほしいかなと思いますよね。ゆうきさん初コメ失礼します。育成期間考えても、このラスト1周での追加はイベントでがっつり使いたい人にとっても遊べないですよね。 結局3キャラアーク3種類なら政権コラボみたいに確定チケットあってもよかったなと思っちゃいますよねそうなんですよねああの政権の時ありましたからね確定チケットがねだから残り1周で育成になるんでね僕はだからあのつだけで周回して経験値上げるようにしてますベラクルさんコラボってみんなが楽しくなってこれだけのことをしてくれるから課金しようってお祭りになるのが理想よねさすがに引退者無課金移行者ログイン税移行アクティブが減って費用対効果超マイナスでしょ残念に仕方ありませんね ってこことですすがれそうなんですねクセカかコラをやるって大体アイリスさんは収益者にお金を払ってると思うんだよね当然ね使うんだからでその割でこの売り上げってのをこう見越すんだろうけどすごい大失敗だと思うんだよねうんこれ普通に経営戦略的にも大ミスだと思うんでねやっぱ結局そのユーザーが喜ぶことをどれだけしてみんながありがとうっていう気持ちで課金していくっていう関係性を使って作っていかないと もったいないいいいななでですすよねね残念に仕方ががラクトさん機械が増えるのはいいです、ね、とりあえず1万ぶっ込んだけど6房でつかさてたら優勝を琥珀中心に引こうかなっていうことですがまああの機械が増えるよっていうのがあの告知が出た時についてコメントだけどまあ石3,000個なら10連なんでねで僕はあのまあ、ね、石3,000個で足りんやないかいっていう考えも面白いんだけよ。まあ昨日のねあのー、サブチャンネルでも話したんだけどあのー 結構僕最初にやんなきゃいけないことってやっぱアーク揃えることが大事かなと思ってますんでなんかそういうことアーク専用のガチャだけは毎日無料で10連引けるとかっていうのをあの初心者の方にはねやってあげてほしいなと思いますねキャラがいてもねアークいなかったらねあの育成できないからねはいっていう感じでえ今日もたくさんコメント読んだんですけれどもあのまだまだ溜まってるんであのもしかしたらサブチャンネルで 補足で読,むかもしれない読まないかもしれないけどまあいずれにしろ日曜日にはね一気にまた読もうと思いますんで、えー、まだ読まれてない方はですねまた明日以降もね読んでいきますんでよろしくお願いしますはいそれですね今夜の本題の師匠司さんのおすすめスキルセット育成方針の話なんですけれども、えー、ステータスとで特技に関しては昨日話したんで、えー、割愛させてもらうんですが一点状態常態性についてなんですけれどもねあのー、呪いとね麻痺が弱なんですよ 今僕ね、麻痺があのー、消えてるのはこれ装備でなってるのね。今、銀の槍っての装備してるから、それでなってるんだけど、あのー、呪いと麻痺が弱ってのは結構これ痛いんで、これは、あのー、習得スキルでカバーしていく。ないし、装備でカバーしていく必要があると思います。でですね、自前習得スキルについてなんですけど、えー、能力解放全部終わりましたんで、えー、全部自前習得スキルつけてます。やっぱ魔法スキルなかったです。で、技能スキルが、えー、攻撃アップ4、攻撃アップ極み。これ合わせても、ストレンクス27番アップしますからね。 で、防御アップ極み。で、クリティカルアップ3。で、急所狙い、急所狙い、回。ね。これでもうあの、9クリティカル発生時の威力は80%上がりますからね。そしてさらに、クリティカルインパクト。物理攻撃のクリティカル発生時に確率で追加ダメージ。この辺でもずるよね。クリティカルアップ3、急所狙い、急所狙い回、クリティカルインパクトっていうのセットでも仕上がってるもんね。で、石灯破壊。物理攻撃で石撃に効果大っていう。まあ、要はあのー、ストーンストレイヤーだね。で、王者の風格。敵からのストレンクスダウンを無効化。 常に魔法ブレイブの効果がかかった状態になるということなんで、これはオートブレイブです。でブレイブっていうのはストレングスは20%アップなんで、ここのね、さっきのストレングス27%アップに、さらにこっちの20%アップのなんで47、47%アップなんですよね。だから、あの、えー、っと、戦ってる時の、これね、えー、っと、今出してますけども、えー、攻撃力が大体ね、2000超えてるんですよね。この辺もエグいなと思いましたね。 だから、その、今出てるステータスよりも、その、バトルに入った時のストレングスのが、おが高くなるという話ね。で、覚醒と、栄機。で、爆発耐性、闇アタックレイズ2。そして、脅威の動体主力、板手。で、槍ハイブースト。これ、新しく来ましたね。えー、やり装備時に物理攻撃威力がプラス15%。で、受ける物理ダメージ、マイナス15%。そして、ブレイカー。 氷河の援護、ブレイク値を増やし、ブレイク状態の敵に対する物理攻撃のダメージプラス20%。だからこれ、氷河の援護を生かすためにブレーカーつけなあかんなと思んだけど、ブレーカー自前消毒してくれましたね。要はだから、普通のブレーカープラス氷河の援護なんで、ブレイク値もすごく高いです。で、威圧、バトル開始、低確率で敵を傷させる。これ結構発生しますね。あの、普通に周回してると、ザコキャラには結構発生しますね。 いいう感じででメ、えー、メタメタずるほん、ね、<laughs> まね。これ、一回なんかこのし自前習得スキルを全部スキルコスト換算してみようかな。全部急に言ってどれが一番高いんだろうっていうぐらいずるいよね。っていうのがこの氷河の援護に至っては、あの、ブレイク値を増やしたんで、ブレイカープラス氷河の援護で言うなればあのデストロイヤーに近いよね。あのクレアの。で、さらに、えー、ブレイク状態の敵に対する物理攻撃のダメージプラス20%なんで、チャンスドライブももうここに乗ってるんですよね。 まあさらにチャンスドライブ乗せるってのもあるんだけど、もうすでにこ,こで成立しちゃってるんだよね。ブレイクしてその敵に攻撃するというところが。だからガボルグ戦とかでは結構面白いかもしれないんだよね。という獅子をつかさなんですけれども、えー、なぜ強いです、やっぱりね。うん。でも、あのー、長所短所はやっぱありました。でそこを踏まえましてですね、えー、僕なりに考えたあ育成方針の方がですね、こちらです。変則二刀流、ヤニとオノの両手持ちブレーカーです。 これや、ね、り、まあ、ハイブーストを持ってるからっていうのでやっぱり槍は乗せたいなって思ったのとあのー、斧これね要はそのブレークが強いから最初は斧の両手持ちいいなと思ったんだよでも、まあ、やっぱり槍も捨てきれないなと思ったんで、えー、っていうのが先ほどの銀のやりねあれが硫酸の泉の100%保持でもらえるやつなんだけど、まあ、あれも生かしたいなっていうところもありましてやり、えー、と斧の両手持ちのブレーカーっていうのでしてみようと思いますで長所と短所の話なんですけど え、長所はね、やっぱね、やっぱ圧倒的火力なんですよ。うん。先ほど言ったように、もうストレングスがめっちゃ高い。だから通常攻撃だけでもね、えー、普通にクリティカル出たらね、今レベル70の時点だけど、4000とか全然出ますからね。うん。だから、あの、なんなんこれっていうぐらい。で、ブレイク力も高い。先ほど言ったようにブレイカーと評価の援護ついてますんで、あの、特技3とかやったら半分ぐらい減らしております。で、特技のストックスこれがね、すごいと思った。ね。433なんですよ。特技1が4で、2と3が、 3つ溜まるんですよ要はこれボス戦で満タンで入った時にね特技さん連発したらそれだけで多分ブレイク初手で狙えると思いますっていうのが結構面白いなと思ったこれ使ってみなきゃ分かんないとこだからねで短所がねやっぱね手数が少ないんですよあの通常攻撃普通でえっ、ー、とワンタップで3ヒットですねえー、めっちゃ少ないです <laughs> 個性とかにその確率で発生するものとかあったんですか 一撃で誤約、物理攻撃、クリティカル時、確率で敵の防御力が100%低下でダメージを与え、品種の相手は低確率で即死ということなんで、あのー、手数が少ないと、この確率っていうもの、その、そもそもの母数が減っちゃうよね。だから、これをどう、こう、カバーしていくかっていうのを考えたら、やっぱ、両手持ち二刀流は必要になってくるかなと思いました。で、初動が遅い。あのね、 手が出るまでが遅い。あのー、全部、その、特技もそうだし、通常攻撃もそうなんだけど、だから結構隙は大きいかなと思った。まあ、その辺は王者の復活なんだろうね。それこそね。うん。まあ、防御力は高いんでね、その辺のカバーはできるかなと思うんだけど、ちょっとその辺が気になったなと思いました。で、まあ、そんなですね、師匠司を,を育成していくための初期段階のスキルセットがこちら。まず環境整備ですね。スキルコスト21になっちゃいました。はみ出ちゃいました、1個ね。で、先ほど言いましたけど、まず二刀流。 そして、プラウドフォース。チャージ特技1。っていうのが、まあ、二刀流はね、先ほど言いましたね。手数を増やしたい。で、プラウドフォースは、クリティカルがこんだけ積んでるんで、要は、あの、回復もしたいんで、プラウドフォースは、まあ、必須かなと思います。これはね。最初にまず。で、チャージ特技1。なぜこれをつけてるかっていうと、あのね、まあ、まず無属性なんですよ。この攻撃は。だから、敵を選ばずに攻撃ができる。っていうところで、扱いやすい。で、さらにこれね、チャージ特技1をつけると、なんとですね、2溜まるんですよ。 なんでか知らんけど。うん。1じゃなくて、うん、これ、第1戦、ウェーブ1から2溜まってくれるんで、あの、とてもね、あの、楽と言ったやけど、あの、バルサーレイブみたいに、ね、ゼロ距離で飛んでいくやつじゃないですよ。で、あのー、ね、ある程度敵に近づいてからズバーっていく感じなんで、あの、その辺の使い勝手はどうかと思うんだけど、2溜まってくれるのはいいなと思いました。要はその、1撃目で敵を倒して、次の敵にもまた飛んでいけるっていうぐらいに、まあ、火力が高いんでね、そういう使い方もできます。で、中期がこちら。 スキルコスト40、先ほどからプラス19にします。ここで火力を強化していきます。クリティカルアップでファーストクリティカル、堂々、海賊の宴栄光のポーズ。ということであの、クリティカルアップとファーストクリティカルは、その低いコストでクリティカルを上げたかったんで、つけてます。てか先ほどのプラウドフォースを覚える時点でね、多分クリティカルアップを覚えることができると思います。で堂々はですね、まあ、HP が回復プラウドフォースでできますんでね、それで火力を上げるためにしています。で、海賊の宴 が、これ先ほど言いましたけれども、要は、あの、433をスタートでできると。で、チャージ特技1持ってんじゃないかっていう話じゃないですか。じゃあ別に、海賊の宴を覚えたら、あのー、チャージ特技1外してもいいんだけど、要は、第1戦目ね、ウェーブ1では溜まってないからね。だからそういった意味ではそこだけで活かすためにも、スキルコスト3のチャージ特技1をつけてるのは別に悪いことないかなと思います。ただ2戦目からはね、433でスタートできますから、これは結構、海賊の宴は絶対つけた方がいいかなと思います。 で、戦ってる間に、あのー、4、3、3溜まってますからね。敵、雑魚キャラやったら全然、ね、倒せますから。で、倒した時からスキルをチャージできる栄光のボスをそこに入れてるという感じです。ここまでね、スキルコスト40なんけど、もうこれで十分多分回ると思います。で、後期がスキルコスト58、プラス18で弱点補強です。これ先ほど言いましたけども、あのー、呪い玉火が弱なんで、まあ、要はその、ここで無効ってしてるけども、この無効つけても耐久にしかならないのね。 だからそこをあの装備とかアクセサリーで補っていくで。そういった意味では銀の槍はですね、あのとても便利でした。銀の槍はね、あの100%報酬結構僕はおすすめかもしれない。ね、ストレングスも高いんだけど、毒、病気、薪耐性プラス1なんですよ。だからこれは、例えばだから他のユニットでも全然活かせれるんで、あのー、専用装備じゃないからね、すかさず持ってないとでもいいかなと思います。 であとはだから普通にアクセサリーとかでね、この辺補っていってもいいんだけども、えー、それでもやっぱジャックっていうのはきついから、えー、覚えといた方がいいかなと思ったんで言っときました。えー、呪い向こうが大天して、麻痺向こがデスノーです。まあここまででね、なんとスキルコスト58で終わってるってね、ここ最近では結構低いんですよ。だからやっぱね、重いものをね、自前でやっぱ習得できるっていうのはこの辺の強みがやっぱあるなと思いました。で、最終形です。が、スキルコスト73。で、初手ブレイカーです。 これ最初ね、育成方針話すときにもね、言いましたけれども、初手でね、多分ね、ボスをブレイクできる。で、そのために、いつもは、オノハイブースト。で、クイックトリガー。で、クイックトリガーがね、あ聖夜の祈りとかエルドラなんで、その限定アークばっかりなんですよね。だから持ってないと多いから、なんとも言えないし、別になくてもいいかな。だって、賭けだからね。要するに、クイックトリガーってね、要するに、どれか一つが満タンになるんだよね。だから、 えー、一番最初の敵と戦う時でも、えー、例えば特技さんがチャージできてる状態になるのでもうこれがあればいいかなっていうぐらいでオノハイブースト入れてるだけで多分あのガッツリブレイク取れると思いますこれで、ね、がまあこれが、えー、最終形でもここでもスキルコスト73なんで実はまだ結構余裕あるんですよねでここまで言っときながら補足があるんですけどあのー、呪い向こうとねまひ向こうは装備で補うなら女神竜んね 今回の,あの新しい SS レアーク、竜産の泉を入れるのも良いです。えー、女神リュウさんにはね、闇アタックレーズ乗ります。こんな感じで。今画面横出してますけども。えー、これは完全にあの通常攻撃も何もしない状態です。えー、ただ突っ立ってるだけの師匠を司の周りでダメージがどんどん広がってきます。あ結構発生してますで。ここにアタックレーズがね、ずっと乗ってくれてるんで、あ,のー、ありかなと思いますし。で、次、アリーナとかにね、特化するんやったら、海賊の宴とか栄光のポーズはいらないんですよね。 その代わりチャージ時に2とか3とか攻撃アップ系を追加することで活かせれるところが多くなってくるかなと。で、さらに完全体これねスキルコスト96になっちゃうんだけどここにまあ女神竜さんと闇アタックレイズね、あの1時の方ね0ンの亡霊で覚えれる方を乗せると多分完璧になと思う。ただまあ闇アタックに限っちゃうけどね。で、その火力がめちゃめちゃ高いんで。 もっともっとクリティカル積んだり、もっともっと攻撃アップ系を積んだりすることによって、普通に強い、えー、つかさを作っていくことも全然可能です。あの、ダブルインパクトかトリプルインパクトかも面白いやろうね。うん。だからそういった意味ですごく、あのー、範囲が広いです。うん。僕は今回ブレーカーっていう形で考えてみたけども、あのー、多分通常攻撃特化型っていうのも、特攻特化型とかね、っていうのもありかなとは思ってます。 はい。では、まとめです。えー、まず初期ですね。えー、二刀流プラウドホースチャージ特技1で、えー、環境を整備して、で、その後、クリティカルアップ等で、えー、火力を強化していく。で、さらに、えー、弱点を補強して、最終的には、オノハイブーストをつけて、初手ブレイカーになっていく。というのが、まあ、あのー、僕の考える、司の育成方針おすすめスキルセット。あー割りかし集めやすいスキルかなとも思いますね。えー、参考になればいいかなと思います。 まだ皆さんね、俺はこんな感じでやったら、つかさ使ってみたいな、こういうふうに育成してみたいなって思うね、アイディアとか修正点ありましたらですね、またコメント欄書いていただきますと助かります。でね、やっぱそのまだ一日しか使ってないからね、あくまでやっぱその暫定ではあるんだけどね、これからまだ使っていって、更新していくとか、やっぱこっちの方がいいな、あっちの方がいいなって思うことありましたらですね、そこはまたですね随時あの動画の中でね、話していこうと思います。 それと、サブチャンネルの、えー、チャンネル登録者はね、今60人超えたぐらいなんですけれども、えー、ありがとうございます。またですね、あのー、多分今日の動画のこれの編集中とかにもね、えー、多分撮ってると思いますんで、よかったらそっちの方もチェックしてみてください。詳しくは概要欄にありますんで、お願いします。で、明日はですね、えー、土曜日ですんで、えー、恒例の模擬戦サタで、早速、司連れていこうかなと思いますんで、またフレンドさん、よろしくお願いします。それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた。